お前さん、
名は何という。その目、差し爪、任に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。手に入れた。任具か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、任具を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任具を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。その優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ。まことの武士が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。まことに息を吹き返したのですね、竜陰の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。猿お方に仕えるクスシです。猿お方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよ、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。薬師として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは？ひょうたんの種をお持ちください。種だと？はい、薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水のかさが増すでしょう。
手に入れたら持ってきてください。わかった。ではまた。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。
っ